愛です。明かりだよ。無料で AI アバターを使って動画を作成したい。クレアド AI の使い方を知りたい。と思った人は多いはず。愛知、教えてちょうだい。クレアド AI では DID のように無料で AI アバターを使用して AI 動画を生成することができます。パソコンだけでなくスマホからでも簡単に作成できるのでおすすめのサイトになっています。この動画では AI アバターを使用して AI 動画を作成する方法について解説します。最初にクレアド AI の公式サイトにアクセスしてください。概要欄にクレアド AI 公式サイトの URL リンクを貼っているので、そこからアクセスしてみてください。右上にあるログイン、レジスターをクリックしてください。E メールアドレスとパスワードを入力してから、スタートクリエイティングを押してログインするか、 または Google のアカウントからログインしましょう。右上のアカウントにマウスカーソルを合わせてください。クレイドコインリチャージの項目に300コインあるね。ログインすると300コイン無料で付与されるよう。クレアドコインは AI アバターを使った AI 動画作成をするときや、AI モデルを生成するときなどに使用します。AI アバターを使った AI 動画を作成する方法について、 左上にある Create Now をクリックしてからデジタルヒューマンビデオクリエーションを押してください。右側にあるランゲージタイプから喋らせる言語を選択してください。ボイスティンバーの項目で声を選択してください。右側にあるスピーカーアイコンをクリックするとサンプル音声を聞くことができます。テキストコンテンツ内では読み上げさせるテキストを入力してください。インクリースインターバルをクリックすると時計アイコンがテキスト内に配置されます。 配置した場所で0.5秒間を増やすことができます。アジャストスピーチレートはテキストを読み上げる速さを調整することができます。アジャストトーンは声のトーンを変更することができます。下部の場所からテキストを読み上げさせたいフェアアバターを選択してください。アバターの下にあるプレビューをクリックするとアバターの動作などを確認することができます。 オーディションをクリックするとテキストに入力した内容や設定をテストして聞くことができます。すべて聞かないと上部にあるジェネレートビデオのボタンを押しても反応しないので、生成するときは聞きましょう。設定が済んだらジェネレートビデオをクリックして動画を生成しましょう。左下にクレイドコインの消費量が表示されます。消費量はテキスト量によって変わりますから確認しましょう。右側にあるジェネレートビデオをクリックしてください。 左側にあるマイプロジェクトに自動で移動します。デジタルヒューマンビデオ内の項目で生成中の動画が表示されます。生成完了まで少しだけ時間がかかったよ。右上に動画生成が完了する目安時間が表示されるので、完了するまで待ちましょう。動画生成が完了してクリックすると、右側にあるダウンロードボタンからダウンロードビデオをクリックすることで、 MP4 形式で動画をダウンロードすることができます。ダウンロードボイスは MP3 形式で音源のみダウンロードできます。ダウンロードサブタイトルはテキスト形式でテキスト入力した文章をダウンロードします。こちらは完成した動画になります。Cloud AI はデジタルヒューマンビデオの作成に革新をもたらします。人間のような表情や動きを持つデジタルキャラクターが魅力的なビデオコンテンツを作り出します。 テキスト入力に合わせて違和感なく自然に口が動いているところがすごいね iMovie などの動画編集を使用して作成したサンプルがこちらになりますクレアド AI はデジタルヒューマンビデオの作成に確信をもたらしますうまく緑色から背景を透明にして違和感なく合成することができたねこのようにレアイアバターを使った動画を生成することができるので是非活用してみてください クレアド AI では、AI アバターを使った AI 動画生成以外にも、AI モデル画像を参照画像から生成することができます。AI モデルをクリックしてください。左側では髪型を元に AI モデルを生成することができます。右側では髪束の画像を元に AI モデルを生成する方法になっています。今回の例では、左側のアップロードイメージをクリックして参照画像をアップロードします。 真ん中の部分でクリックするか、ドラッグドロップで画像をアップロードしましょう。画像は最低でも4枚は必要です。同じ人物の髪型でなるべく多くの画像をアップロードすると、より正確に生成されやすいと書かれています。アップロードしたら右側にあるプロジェクトネームでタイトルを決めます。セットキャラクタースタイル項目では性別、年齢などを決めることができますが、無料版では変更できません。 スタートジェネレーティングモデルをクリックすることで生成できます。生成には120コイン消費します。左側にある Go2 プロジェクトリストをクリックしてください。完了時間にばらつきはあると思いますが、生成完了に4時間くらいかかりました。思ったより人物の方に違いがあったね。生成が完了したらクリックしてください。全部で45枚の AI モデル画像を生成することができました。 これはデジタルヒューマンビデオクリエーションの項目で AI アバターとして使用できると思いましたが、AI モデルとして画像が生成されているのであって、AI アバターとしては使用できないようです。後からできるようになるといいね。ショートヘアの金髪美女をアップロードしていたのですが、思いのほかそうはならないようです。おそらく髪色の部分だけを参考にして反映している可能性があるかもしれません。 ゴイスのみ生成する方法について。先ほどは AI アマターと音声がついた AI 動画生成をしましたが、ゴイスのみ生成する場合は AI テキストダビングを使用するといいでしょう。AI テキストダビングをクリックしてください。ランゲージタイプから喋らせる言語を選択してください。ゴイスティンマーで声を選択しましょう。アジャストスピーチレートではテキストを読み上げる速度を調整できます。 アジャストトーンでは声のトーンを調整することができます。テキストコンテンツ内に読み上げさせるテキストを入力してください。インクリースインターバルをクリックすると、テキストに時計アイコンが配置されます。配置された場所では0.5秒、間を長くします。オーディションをクリックするとテキスト内に入力した内容を読み上げます。設定が完了して右下にあるコンファームをクリックすると、MP3 形式で音源が生成されます。 左側の再生ボタンで完成した音源を再生できます。真ん中にあるディテールでは設定した音源の詳細を確認します。右側にあるアイコンを押すと、MP3 形式で音源をダウンロードします。背景をきれいに切り抜くツールについて、ClearDAI ではアップロードした画像の背景をきれいに削除することができます。AI スマートカットアートをクリックしてください。 真ん中にあるところをクリックするかドラッグドロップして画像をアップロードしてください右下にあるダウンロードピクチャーズをクリックすると画像をダウンロードすることができますこちらは元画像と背景切り抜き後の比較結果になりますきれいに背景が削除されているね素晴らしい削除された背景は白色ではなく透過されています AI にライティングしてもらう機能について AI コピーライティングをクリックすることで、広告の文章や記事などの内容を書いてもらうことができます。ランゲージタイプをクリックして生成させる言語を選択してください。キーワード内に生成させたいキーワードを入力してください。テキストディスクリプション内に記事のタイトル、記事の説明などを一言入力します。Generate Text Numbers で生成させる文字数を選択してください。 ジェネレートコピーを押すと右側に3つの候補が生成されますこれで AI に記事を書かせてもらうと楽になるねそうだね少し修正を加える必要がありそうだけどうまく使えるようになると1から書くより時間短縮につながりそうな感じはあるからいいね次はクレアドコインを購入する方法について解説するよクレアドコインは AI 動画作成をする際や AI モデルを生成するときに必要です コインを購入する場合は、右上のアカウントにマウスカーソルを合わせてください。クレアドコインリチャージをクリックしてください。上部にあるクレアドコインリチャージをクリックしてください。真ん中にある項目からチャージするコイン枚数を選択してください。下部にあるトップアップナウをクリックしてください。GoogleP a y かクレジットカードで支払うことが可能です。クレジットカードでは、Visa、マスターカード、 アメリカンエクスプレスなどの支払いが可能になっています。入力したら支払うをクリックすることで購入が完了します。有料プランについて。有料プランに加入すると、約100人くらいの AI アバターを使用することができたり、商用利用することができます。左側にあるアップグレードをクリックしてください。プランはベーシック、プレミアム、プロの3つがあります。 プランによって何が違うのかなプランによって、主に読み上げできるテキストの文字数上限が大きくなったり、クレアドコインの付与枚数が多くなったり、クレアドコインのリチャージで割引率が変わったりするよ他にはプレミアムプラン以上になると、高速生成ができるようになるので無料版と比べると多くのメリットがあるよなるほど。プランが決まったら各プラン内にあるサブスクライブナウをクリックしてください。 GooglePay かクレジットカードの情報を入力して支払うをクリックすることで、有料プランの加入が完了します。有料プランに入ると、より多くの AI 動画が作成できるようになるので、いいと思ったら加入してみてください。まとめです。ClearDO AI は DID のように無料で AI アバターを使って動画を作成することができます。AI 動画作成以外にも、AI モデルや AI ライティングの生成も可能です。 スマホからでも作成することができるのでおすすめのツールとなっています。ぜひ AI 動画を作成して活用してみてください。以上で AI アバターを使用して AI 動画を作成する方法について解説しました。アイジェネでは生成 AI に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。